15秒の奇跡です。皆さんご無沙汰しております。はーい、前回の続きですね。探偵ボランティア第2弾はい、挑戦していきたいと思います。はい、前回のあらすじといたしましては、探偵部、ボランティア部なんですけども、まあ、実質探偵部の部活動の中に中等部から、ね、依頼に駆けつけた水上真奈ちゃんの、事件を、謎解きしていくわけなんですが、事件の内容といたしましてはですね、その真奈ちゃんが謎の男に、寝ているところに覆いかぶされてしまったと。で、まあ、びっくりして大声を出したら、男もびっくりして逃げていったと。で、お父さんがその真奈のびっくりする声を聞いて駆けつけたんですが、犯人とすれ違うことなく、犯人を取り逃がしてしまったと。で、ご両親は、犯人とされる人物はマナの気のせいだということで一蹴してしまったんですけれども、不審な内容としては、犯人が内部犯か外部犯、いずれかであるっていう可能性が示唆されるんですが、なぜ外部犯であるか、屋内の鍵は全部閉められていたんですが、出入り口の玄関のドアだけは鍵が開いていたんですよ。まあ、鍵のかけ忘れであろうという、その、両親の、判断から警察に行くっていうことはやめたらしいんですが、さらに、深い、推理の情報をね、今から紐解いていきたいと思います。では、挑戦！はい！ここから新しい情報ですね。はい、いきますよ。実は、次の日もまた誰かが私の部屋に入ったんです。え？なぜそれがわかったんだ？矢上ライトなのか？おや？シャープペンの芯が折れてるぞ、みたいなね。それはつまり、また夜中に誰かが侵入してるのを見たってことか。いえ、そうではないんです。シャープペンの芯が折れていたんです。ってことかな。実は、あの事件があった次の日の朝。ほう。次の日の朝ってことは、翌日だから、翌日だよね。え？どういうこと？そんなすぐに？ほら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 、出た、これ。矢上ライトじゃん、マナー。私は怖くなって自分の部屋、これ、ちょっと、先読みで当たってたっていうのが、ちょっと俺、度肝抜かれてるわ。私は怖くなって自分の部屋のドアのつがいに、シャープペンの芯を差し込んでおいたんです。ってことは、折れてたってことだよね、つまり。シャープペンの芯？なぜそんなもの？あ、それ私知ってる。あ、デスノートの話？誰かがドアを開けると、シャープペンの芯が折れてるってやつだよね。何の話なんだよ、それ。わかんねえな。昔漫画で読んだよ、懐かしいな。結構新しいんじゃない？デスノートって。古いかな、もう。はい。私もあの漫画が大好きでして、俺も大好きだった。ね。机を二重底にしてね。二重底を開けると、何勝手に燃える仕掛けみたいなね。それで思いついてやってみたんです。思いついてないだろ、自分では。あー、知らなかった。有名な漫画なんだろうか。で、シャープペンの芯は折れてたのかな？はい。私が学校から帰ってきて確認したら、もう折れてました。両親が掃除するために入ったとかはないのか？いえ、私の部屋の掃除はちゃんと自分でやってますし。そもそも、いやでもわかんないよね。勝手に掃除してさ、行き届かないところっていう場合もあるからね。そもそも両親は共働きなので、二人とも家は、日中は家にいません。それにあの二人は、無断で私の部屋に入るような人じゃない。それはお前が思ってるだけだろ、マナちゃん。真面目だな。家に帰った時、戸締まりはどうだったんだ？今回はちゃんと玄関に鍵がかかってました。
ってことは、誰かが侵入したって可能性が高いか。屋内の人間が。お父さんなんじゃねえのって思うけどな、犯人。自分で開けて入ったから間違いないです。それじゃあ、犯人はわざわざ鍵を閉め直してから出て行ったの？そうなりますね。多分、不法侵入したことを知られたくなかったんだと思います。私の部屋も荒らされた形跡はありませんでしたし。何か盗まれたものはないのか？それが、シャープペンの芯に気づいて、ごめんね、シャープペンの下りを読むとちょっと笑っちゃうんだよな。急いで部屋中を調べたんですけど、何もなくなってないんです。なくなるどころか部屋は、朝部屋を、家を出た時と全く同じ状態でした。まあ、動かしたら戻すっていうことはするだろうね。うん。秩序型の犯人の、あれだね。おかしいね。何もなくなってないなら、犯人は何のために入ったんだろう。そう。そこだよね。何のためなんだろう。そうなんですよね。両親がお前の日記を見るためにこっそり忍び込んだとか、そういうのどうだろう。思いついたことを言ってみる。多分それはないと思います。なぜならば、マナちゃんは日記をつけていない。どうでしょうか。さっきも言ったんですけど、両親は共ば、あ、全然違ったね。書いてんだね。私が家を出るよりも先に仕事に行きますから。わざわざ仕事を休んでまで、そんなことするとは間違いない。わざわざそんなことしないよね。そうか。確かに可能性は低いようだ。じゃあ、きっと無駄足だったんだよ。何か狙ってるものがあったけど、お昼に忍び込んだ時にはそれがなかった。だから、次にもう一度忍び込むとき、警戒されないように侵入した形跡を消したんだよ。これなら何も盗まずにわざわざ鍵を閉めて出て行った時には説明がつくじゃない？なるほど。その考えはありませんでした。でもそれなら、今日、明日とか、どっかで犯人はマナの部屋に来る可能性があるってことだよね。だから、この、俺たち探偵チームが、マナの部屋に張り込んでりゃいいんじゃない？ご両親の許しは必要だけど、どうかしら。それはわからないな。前日の夜はマナちゃんに襲いかかってきたみたいだし、マナちゃんの身につけているものとか、あ、それあるかも、いい推理かも。何か貴重なものでも身につけてるのか？いえ、私はアクセサリーとかそういったものは普段からつけてないですね。それに寝るときはパジャマだけで何も持ってないです。そのパジャマに秘密が隠されてんじゃねえのってことは。そっか。犯人の狙いはよくわからないね。なんだろうね。どんな狙いがあるんだろう。ストーカーっていう線はどうだろう。ストーカーですか？ああ。むしろ可能性としてはそっちの方が高いと、一番高いよね、それが。一応この少女はどちらかといえば可愛い方だと思うし、夜中にパジャマ姿の少女に襲いかかった理由も納得できる。今までそういったものをあった経験とか、怪しい気配を感じたとかないのか？多分ないと思うんですけど、でももしストーカーなら、なぜ次の日は何も取らずに出て行ったんですか？そうだね。ストーカーならマナちゃんの持ち物を盗んだりするんじゃないかな。何も取られてないってのはおかしいと思う。そうだね。でも、ストーカーってどうなんだろうね。なんか、スーベニア的なものを持っていくもんなのかな。そうだな。おそらく少女の部屋には下着とかもあるだろう。ストーカーにとってはまさに宝の部屋だ。それに手がつけられてなかったっていうのは確かにおかしい。そういえば、俺はふと思い出す。確か一番最初に命を狙われてるって言ってたよな。はい、言いましたけど。確かに、なんでそう思ったんだ？私、びっくりしたよ。でもそれがどうかしたの？ということは、つまりだ。泥棒とかストーカーの犯行を考えてなかったってことだよな。普通はそっちの方を先に考えると思うんだが。確かに男に襲われたりと物騒な話ではあったが、
殺されるってほどのことでもないような気がするよね。今まで聞いた限りでは犯人の目的は断定できないはずだ。どうして命が狙われると思ったんだ？それには理由があるんで、それを教えて早く！理由？はい。私には、水上マミという名前のお姉ちゃんがいる。お姉ちゃんと間違われたって可能性か。2週間前にそのお姉ちゃん、亡くなったの？亡くなったんです。え？お姉さんがいたのか。てっきり今までの話から3人家族だと思ってた。俺もそう思ってた。なぜならばその情報もらってなかったから。っていうね。しかし2週間前とは、急だね。殺されたのか。まさかと思いながら聞いてしまう。だがもしそうならば、この少女が命の危険を感じる理由も納得できる。いえ、それがわからないんです。わからない。はい。お姉ちゃんはあの日、お父さんと買い物に行った。お父さんがまたここで関わってきたね。俺はお父さん犯人説なんだけど、どうなんだろう。その帰り道、急に飛び出してきたトラックに跳ねられた。お父さんに押されたんじゃない？違うかしら。しかもその後、犯人のトラックはそのまま逃げちゃったんです。ドライバーは今も捕まってません。つまり、ひき逃げだったのか。だから一応、交通事故ということになってます。でも、殺人の可能性を疑ってると。はい。私も最初は不幸な事故だと思ってたんです。でも、3日前に、夜中突然男に襲われて、もしかしたら私も誰かに殺されるんじゃないかって。なるほどね。不安な状況の中に、そういうことが立て続けに起こっちゃったってことか。確かに怖いね。立て続けにこんな事件が起きたら、不安になる気持ちもわかるよ。ですから先輩方に助けてほしいんです。今のままじゃ命を襲われるなんて話は信じてもらえないでしょうし、もう頼れるのはここしかないんです。お願いです。この事件の真相を調べてくれないでしょうか。それが今回の依頼というわけか。今までやってきた単なるお手伝いのような依頼とは違う。まるで本当の探偵のような依頼だ。確かにね。部長、やろうよ。このままじゃマナちゃんが不安でかわいそうだよ。私手伝いたい。彼女はやる気満々のようだった。ならば俺も断る理由はない。メインはね、メインは副会長に任せちゃえばいいからね。副会長のサポートホームズみたいなね。ワトスンのサポートを逆にホームズがするみたいなね。わかった、協力しよう。ありがとうございます。ポスターを見たときに